吉高さんの要望に応えるという形でトリスハイボールにとっても合うオリジナルチーザができました。グリコさんとサンドリーさんと仲良くハイボールとお菓子というコラボレーションをできることにできました。できましたハイボールとそのチーザーって全然別々の広告をやらせていただいて、その2つをコラボしようっていう企画が今までの CM でもやったことがなかったので、そういうじゃあ一緒にやろうっていう企画が純粋にすごく嬉しかったです。あと本当に皆さん堅苦しい雰囲気とかも一切なく、わけあいあいと和やかにニコニコしながらやっていたので、すごいそれがこの商品に出ているんじゃないかなっていうふうに思います。ナポリタン味です。今回いろんな味をこう作っていただいたんですけども、このナポリタンという味が圧倒的に総選挙で1位を取って、この勢いで、はい、おつまみ総選挙1位、 AKB に行っても大丈夫だと思いますハイボールトリスハイボールが合いますよね。お持ちいただきました。もともとチーザーというお菓子はすごくなんかチーズの香りとコクがものすごく特徴的なお菓子だなと CM をやらさせていただく前に思っていたお菓子で、今回ナポリタン味となってあの酸味も加えられて、とてもハイボールに合うんじゃないかなって思いました。そうそうね、トリスおじさま頑張っていましたからね、はい、でもね、あの一番頑張ってるのはグリコさんとサントリーさんいろいろ、いやでもご一人で直談判にグリコさんに行かれたんですよ。よかった、エスカレーター通るのそれでエレベーターも吉高さんからご褒美が欲しい。よく頑張った。これはスクープですね。ぜひ皆さんフォトチャンスとなってます。ぜひたくさんのお写真撮っていただきましょう。渋谷のあの大きい画面で広告をさせていただいた時に、渋谷に自分が行くこともよくあるし、友達とかとも友達からもこうすごい画面で見たよっていうと、なんか照れくさいですよね。スクランブル交差点とかで信号待ちしてる時に自分のあれが流れるとついこううってなります。その時こう周りの一般の方に気づかれませんでした？大丈夫でした？悪いことは何も言わないでくれっていう気持ちでいっぱいですねこの私の誕生日会をやろうってなってくれて、トリスおじさまとかいっぱい来てくれて、で企画した話だったんですけど、そういう誕生日会だったりとか、もう夏休みは終わっちゃったので今度ハロウィンとかそういうところで活躍してくれたら嬉しいなと思います。みんなでワイワイやってたりとか、お仕事帰ったお父さんがこう夜一杯のおつまみとか、はい、ました。吉高さんの採点では、100点満点中ズバリ何点でしょうか？もちろん100点を、はい、100点プラスこれから明日からの皆さんのリアクション足してっていいんじゃないでしょうかまず100点から、そこから引いちゃうかもしれないし足しちゃうかもしれないし、それはやっぱりあのこの業界の厳しいところでもありますので、はい、吉高さんの誕生日会に突如、登場したアンクルトリスから始まった、まあ、今回のプロジェクトだそうですが、はい、アンクルトリスからですね、他に何かその誕生日プレゼントっていうのは何かあったんでしょうか？アンクルトリス固まっちゃいましたけど熱い抱擁とキスをいただきました
アンクルトリス照れてますね。スクープです。ありがとうございます。今後はどういう役をやるのかなとか、これからやるお仕事に対してポジティブに考えられるのかなとか、それほどのなんかありますよ、 人並みの悩みは。ハイボール飲んでウィーとかやってるだけじゃないですから、私も一人の女性として悩んでるところもあるので、あまり干渉しないでください。どうぞお手柔らかによろしくお願いします。